ライブ配信中。これで合ってる。さあ、山翔を招待したいと思います。皆さんこんばんは。今日から始まりますので、山翔をと山翔にリクエストを送ればいいねんな。これか、ゲスト、あ、来た。はいはいはい、追加する。うわ、すごいね、すっごっ。山翔、あ、閉じた閉じた、イエーイ。お疲れ様です。はい、あざす。え、声ちゃんと聞こえてる？あ、聞こえてます、聞こえてます。うん、うそ。はい、僕ら大丈夫ですか？いい感じ、ありがとうございます。えい、久しぶり、久しぶりっていうか、久しぶり、まあ、そうですね、会議以来思ったけど、はい、で、ぼちぼちちょっとしばらく2、3分ちょっと待ちましょうか。皆さんちょっとね、来られると。そうですね、うん、なんかおしゃれじゃない色。そうなんですよ。コメント来てるで、めっちゃ。なんて来てます？紫色。あ、マジですか？色、うん、あ、タックン来てるらしいですよ。タックン来てるね。はい、タックン、ナンションでタックン。ナンションのタックン。タックン見てください、ちょっと書きました。うわ、やば。スタライホーミーズ。なるほどね。はい。ちょっとじゃあ、趣旨説明からしていきます？山翔さん。やっちゃいますか。うん、ぜひぜひ。はい。どうぞ。僕が。はい。まあね、今のこの時期に、ステイホームって言って、皆さんおうち時間でたくさんこの趣味だったりね、映画とか見られてると思うんですけど、まあそんな中でランページもこう発信はしていったんですけど、まあなんかこう企画として、そして今のこのタイミングでもありますし、リリースのね、ジンさんもポスター貼ってくれてますけど、はい、インビジブラブが発売されるということで、まあそれもより皆さんに知っていただきたいという、思いから、8日間連続でインスタライブを2人ずつすることが決定しました。はい。はい、ということでやらせていただいてます。まあね、皆さんね、この時間というか、まあ、お家にいる方はね、結構何しようかなというか、そろそろもう飽きてきた頃かなって思うのでね。はい。ぜひね、まあ、僕たちと一緒に、なんか1時間でも暇つぶして、で、まあ、インビジブルラブを聞きながら、ゆるく、はい。話していきましょうよという回ですかね。はい、はい、よろしくお願いします、はい、これね、僕らで決まりますから、うん、そうそうそう、急遽土曜日か、はい、土曜日にランページの、スタッフさんチームとメンバーで20人ぐらいですよな、はい、つないで、まあ、ハウリまくりのしながらハウリングしまくりの会議でしょ、うん、で、まあそれでね、そうやって、はい、ランページらしく皆さんとね、はい、このリリースのタイミングで距離を縮めたいということで、はい、間違いないと思いますので、皆さん1時間どうぞよろしくお願いします。いや、1時間ですからたっぷりありますからね。たっぷりありますよ。やっていきましょうよ。で、まあ、はい、今日以降はね、メンバーが決まってないんですよ。決まってないというか発表されてない。はい、うん、そこ大事です。ツイッターで、まあ、スタライホーミーズ、インビジブルラブで、はい、今ちょっと質問というか、まあ、答えを予想してもらったんですけど、当たってる人もいましたよ。あ、いました？うん。僕、ジンさん、僕以外、全外ししてる人見ました。いや、これ僕らだけが知ってるんで、今。そうやな。確かにね。確かに、確かに。はい。やっていきますか、じゃあ。そうですね。うん。まあね、時間あったらってゆっくり話せるんで。はい。まずは、じゃあ、こちらの、インビジブルラブのトークをしてみようと思いまーす。イェイ。はい。ということで、あさって22日、発売のリリースの、はい、ランページ11枚目のシングルですね、インビジブルラブ。そうですね。はい。はい、で、こちらは、ランページ表題曲として初のバラードということで、はい、まあ、ミュージックビデオも公開してますけれども、
今回ちょっと小竹雅人さんに作詞をしていただきまして、そうですよ、うちのボーカリストたちがあでやかに歌い上げてるわけですけれども、はいはいはい、初めて聞いた時どうでした、山椒、このインビジブルラブ。そうですね、やっぱりなんかすごいいろんな方のなんかセンスというかものを感じる曲で、確かに、なんかランページのその雰囲気ではないけど、なんかこう僕ららしい、うん、なんかイメージしやすかったですね、割と、うんうん、で歌詞聞いた時はやっぱりそのね、小竹さんのやっぱえぐるような、うん、あの、うん、素直すぎる言葉というか、うん、それがあったので、すごいなんか恋に関してもそうですけど、なんか男のがっついてるけど、うん、なんか脆いっていうか、なんかもう、うん、まさにランページのなんかこういうところを表してるっていう か、 なんか僕らも脆かったりするじゃないですか、たまにめちゃくちゃ打ちひしがれたりとか、嫌やからね、はい、なんかそういうところもなんかすごいシンプルにね、いつも見てくださってるからか、スパンスパンとクリティカルでなんかリリック突き刺さる感じで気持ちいいですね、うん、なんかさ、その言葉のリアリティというか、ちょっと洋楽に似てるかなと思って、はい、結構洋楽ってさ、もうドストレートに、そうなんですよ、さ、こう、はいはいはい、僕の方までえぐってくる感じとか、はい、いい意味でそういう深みがあるというか、はいはいはい、うん、そんなね、感じで、はい、東大曲、インビジブルラブで、そこね、CD と DVD でちょっとメンバーが反転してるっていう感じなんですけど、確かに、はい、で、これ、カップリングが今 DHC さんで、キャンペーンやらせていただいてる、はい、Into the Light ということで、はい、これまたこれ真逆なんですよね、はい、それが、はい、うん、まさに今のこの山椒のなんか色の感じがインビジブルラブで、いや、そうですね、これもライト、Into the Light みたいなぐらい違う。確かに。分かりづらかったかな、まさにそうですね。この楽曲は、ね、すごいほんまに、なんかこう、包み込むような、透き通るような。まあ、まさに、ね、うん、ディープクレンジングオイルですよね、リニューブライトらしい曲ですよね。そうですね、ほんとに。もう CM とかも想像できたもんね、来た瞬間から。うん、間違いないです。でも、ジンさんもあの LDHTV のゴルフのパート2で言ってたじゃないですか。ここで MV 撮るんですかって。多分、あれ、Into the Light ですよね、絶対。ちゃんと見てくれてんねんな、ほんで。いや、昨日見ましたよ。めっちゃ面白かったです。そうそうそう、ほんまにね、はい、なんかなかね、カップリングでこうしてね、タイアップいただけるっていうことも、本当に、ね、なかなかないことなんで、うん、自分たちも撮影が2月で、昨年も DHC さんご一緒させてもらってて、そうですね、で同じチームの、ね、スタッフさんだったので、はい、すごいこうなんか僕らのことをいろいろ理解してくださってて、はい、うん、なんかね、一緒にご一緒させてもらえるのもすごい、確かにありがたいですし、はい、うん、なんか打ち上げもすごいね、お肉、うん、アグー豚でしたっけ、あの時、うんうん、アグー豚食べさせてもらいましたし、あの、なぜか撮影現場に与那嶺家が全員いるっていう、で、そう、俺メイクしてて、はい、で帰ってきてみんな集まってるとこいたら、ルイが分身してんのよ、はい、あれルイいっぱいおると思ったら、あの、兄弟やったってポーク卵おにぎり持ってきてずっといましたからね。なあ、はい、ちょっと高い。リキャサ、リキャサ来てる。あ、リキャサ来ました。あー、わらわら泣き笑ってる。で、そんなもうほんま、しかも沖縄で撮れて、そうですね、すっごいそういう、こう開放的な僕らのね、ナチュラルなこう雰囲気も出てて、はい、緑の中で撮影してもらっ させてもらった、そんな雰囲気にぴったりな楽曲が入ってて、はい、間違いないです、うん、そんな2曲ですかね、はい、今年パーフェクトイヤー2枚目のシングルなんで、はい、で、ミュージックビデオはもうインビジブルラブの皆さん多分見ていただいてると思うんですけれども、はい、撮影をさせていただきました、はい、
そうですね。なんか裏側みたいな、なんかどう、意外といつもより時間かからんかった。まあ、個人の撮影とかした方がいいのかな。山椒の、全然聞いてないから。ああ。あの、ね、な、うん、演技のシーン。お芝居シーンがありまして、で、僕はまこちゃんと一緒に現場に行ったんですよ。うん。なんかブロックで分かれて、まこちゃんと僕が同じ地区で別のロケ地でみたいな感じで行って、はいはい、で、なんかまこちゃんもなんか帰ってきて、うん、結構いい、マジでいい感じっすみたいな。エモいっすみたいな。自分で言う。うん。俺で、ま、いや、まあまあ、そうかそうか言って、行って、僕もやったんですけど、はい、あの、橋があるんですよ。海にかかる橋があって、うん、で、人が、こう、来るんですけど、うん、その中を、こう、ちょっと自分の演技しながら歩いてるのが、うん、なんか、またそれが、ちょっと、なんていうのかな、ドヤじゃないですけど。え、それはエキストラの人？いや、全くです。本当に。うん。はい、なんか、小学生とかが来て、うん、なんか、その、休憩時間とかで、これ何の撮影してんの？みたいな感じで、普通に、わーって寄ってきたりするぐらいの、ところで人が落ち着いたら僕が一回やってまた止まってみたいなやつで。なるほどね。はい。朝方やったやっけ？いや全然超夕方です。僕6時ぐらいだったんです。夕方やったんか。はい。なんかすごいインビジブルラブは何のストレスもなく、うん、撮り終えたって感じですよね。なんか確かにね、山椒のなんかこう奥に秘めてるものにリンクしてる感じあるもんね、きっとね。あたまに一緒に飲みに行って、はい、すっごいこう山椒がこうエモいモード入った時これぐらい語るもんね、やっぱりね。マジっすか。どんな怖い怖い怖い。やっぱ語ってるもん、ランページについて結構。ああなるほどなるほど。こういう意味ではすごい、はい、楽しかったですよ。え、逆にどうだったんですか、ジンさんの。この、これ。いい。はず。最初さ、はい。ただ、流しで撮るよ。で、ほんまに、はい、カメラにライトがついてるだけなんよ。はいはいはい。だから、めっちゃ周りが暗くて、あ、なるほど。そう、とこしか見えてないから。はい。はい、最初だから俺はルイとタクマと3人やってんけど、はい、まずルイを照らしてるカメラあるやろ、はい、そのカメラの後ろに俺とタクマスタンバイしてんだよ。あ、なるほどなるほど。そうそう、見切れっすね。はい、こうやって振るときに影も見切れちゃうからずっとカメラマンの後ろこうやってしながらあっち行ったと思ったら自分の方逃げて、はい、で端っこの方から女性とこう対峙するっていう感じやったけど、おー、やっぱり、ね、プロっすね。難しかったかも。確かに難しそう。自分で踊るとき、うん、は、まあ普通にやりたいようにさ、自分で踊ると思うんだけど、はい、メンバーと近いって言っても、そんなさ、パーソナルスペース守られてるやん。ああ、まあまあ、そうですね。だから、その、この距離で、なんて言うのな、こう、ほんま、なんか、距離感がちょっと難しかったっていうか。まあ、スタッフさんもいて、そうそうそう、はあ、であとそこから近づいてまた話したり、対人で踊るのが俺らさ、あのサポートダンサーもいいへんや、ライブないっすね。だから経験が、はい、そういう意味では、はい、うん、確かにちょっとそういう意味では難しかったけど、意外とやっぱりそれも曲の力がすごい強くて、うん、うん、本番までにミュージックビデオ撮影までに結構聴いてて、あ、リリックとか。ちょっともう自分もその、はいはい、あの主人公になろうと思って。そしたら出た。いや、いいっすよ。これめっちゃ良かったです。いいっすよ。エモかった、はい。でもちょっともう、ここ見せてますよね。この、胸筋を見せながらの握りしめだったんで。そうそうそう。あれも、はい、スタイリストさんね、いつもランページやってくれてるスタイリストさんいてて、はい、で、あれ、あのとこのボタンを1個閉めるか閉めへんかで5本ぐらい話したよ、2人で。どっちがいいかなみたいな。あ、いや、でも言うて、これ行きましょうみたいな、これ行きましょう。まあまあ、そんな、確かに一人一人の
結構、まあ、ほんまにあのファンの方が書いてたんけど、ほんま多分ランページあの一人一人のパートだけで一個ずつミュージックビデオ撮れるんちゃうかみたいな。ああ、それね、すごいわかりますね、うん、結構だからみんなや長い、まあいつもそうですけどソロパートとかも踊ってるじゃないですか、うん、なんかなんかいつか皆さんにそういうのもなんかお見せできる時が来ればいいなみたいなのありますよね。確かにね、まあ、2人とかカメラ撮れるからで撮影チームの方が結構、まあ、負担大きかったら自分らでさその現場で空いた時間にちょっともさ、はいはい、いいかもね。確かに面白そうです、うん、せっかくやしな、はいはい、まあまあやっていきたい。4月22日、はい、リリースの、うん、リブルラブです。皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。さあ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 、まあこんなところにしといて、じゃあ続いては、はい、質問読んでいきましょうか。質問コーナーお、読んでいきますか。イエー、はい、でまずね、今回、まあ、ストーリー僕らね、上げさせてもらいましたけど、モデルプレスさんが、はい、僕らのね、このスタライフォーミーズをこう取り上げてくださってですね、質問募集してくださって、24時間で、はい、380件ぐらい。おお、すごい。400件近い。めっちゃ来てますね。うん、コメントをいただいて、はい、ちょっとここからピックアップしていきます。そうですね、あ、今リアルタイムですけど劇団 EXILE の小沢さんと、お、小沢さん、はい、カズマと海星も来てくれてますね。ありがとうございます。小沢さんのね、今日のあの朝ごはんの話も僕ストーリーとかで見てて、あ、ライブで見てて、うん、朝ごはん、今日の朝ごはんは何ですかみたいな、いつもおすすめをこう言われるんですよ、うん、でそのレシピをあ、そうなんだ、ブロッコリー合うんだみたいな、なんかそういうのもね、小沢さんの、 インスタライブでいつも見させてもらってます、はい、料理ね、小沢さん、すごい、もう丼も美味しいからまた食べたいんですよね。確かに、うん、さあさあ、ということで、はい、最初はモデルプレスさんうん、からいただいた質問で、これ多分ね、はい、きっとこれ、まあ、約2万人の方見てくださってますけど多いんじゃないかなと思って、お、自宅でできるトレーニングはっていう質問を結構、なるほど、竹地回生案件ですか。うん、なんだろうな。え、でもジンさん今ストレッチやってるじゃないですか。あ、やってるやってる。あれ、今やってもらっていいですか。今やっても何の需要もないぞ、多分。渋沢いるの。全国で言ったら、俺、全国で言ったらな。はい。ほんまに、もう、背中見て、背中。丸い。丸いだろ。これ、丸いっすね。背筋伸ばした状態でやらなかった。もう全然いいから、今これぐらい。まだ1週間。まだ1、あ、でも1週間やってるんですね。1週間続いてるよ。だから、ね、トレーニング、汗かくトレーニングというよりも、きっと多分柔軟とか、うん、まあまあそうですよね。だったら、はい。ストレッチするだけで、あ、リカも来た。ストレッチするだけでも、全然変わると思うんですよね。確かに。山椒もなんかね、やってるんやったっけ、懸垂みたいな器具買って。そうなんですよ。僕今、ぶら下がり健康器あるんで、うん、やってるのもありますね、うん。あれいいよね。めっちゃいいっす。なんかやっぱ、ちょっとね、理由つけたらやるようになりますよ。うん。もう買うとか。うん。ああ、なるほどね。なんか僕もストレッチマットも買って。おお。で、それで朝起きたらストレッチして、まあストレッチっていうかまあそういうもう体を伸ばすとかですけど、結構映画見て腰が固まってきたなと思ったら寝転がってこうグーって腰伸ばしたりとか。いいかもな。なんかそれだけでなんかちょっとやってる感出るんで。うん。たくま、もストレッチやってる。たくまっすか。うん、ストレッチやってるって。あ、か、たくまはどこをストレッチしてんのお前。どこをって、どうする、耳ばっかストレッチしたらずーっとたくま、あんま耳良くないからな。すぐ仕方するからな。ストレッチしたら筋肉大きくなりますよ、やって回生が。あ、そうなんだ。あ、やっぱいいんだ、繋がってるんや、体。だから伸ばして筋トレしたら余計いいってことか。そうやな。ああ、いいですね。なんで皆さん、ぜひトレーニングするときは何か買いましょう、じゃあ。
間違いないです。うん、ちょっと山椒チョイスする？じゃあ、うん、もうだからこれ、もう一生聞かれてることを、うん、いつも雑誌で言ってるんで、うん、インスタライブで言いましょう。はい、じゃあ自分がメンバーを全員女性にしたとして、あなるほど、ね、彼女にしたいメンバー、うん、これも毎回聞かれるじゃないですか、雑誌 の、 あの取材の時に毎回聞かれるね。はい、でもそれを一番知りたいんやろうね。そうなんです。でも一番楽しんでるのはライターさんだと思うんですよ、僕。あの、囲まれて。一番なんか、その質問の時だけすげえ、なんかもう。前のめりになってはるもんな。なんかもう、ここでね、あの、語っていきましょうよっていう話なんですけど。はい。彼女、だから自分はもう男やねん。そうです。ジンさんはジンさんです。ジンさんはジンさんで。まあ、ジンコさんがいてもいいですよっていう。逆パターンね。はい、はい、はい。どうやろう、まあ、まあ、サクッと両方答えるか。で、ジンコさんになった方が多分イメージしやすいかもしれんね。ああ、そうですね。あだ、どうやろうな。結構みんな癖あるからな。いや、そうなんですよ。うん。誰だろうな。ケンタけど、おリキア来た、マリのリキアも来てくれてる。リキコさんどうですかって。うん。いやー、リキアがってこと。ふざけてんな、まだ。ふざけてんね。ポスターわざとらしいって、ケンタ。なんだろうな。ケンタはもうあれじゃないですか。もう、港区女子になるじゃないですか、ケンタ絶対。もうイメージで言ってるやん。はい。港区女子っすよ。これでもな、答えるときによって変わるねんな。でも俺、誰だろうな。もう、難しいな。もう、結婚とかするなら、俺が、人口で、はい。結婚するなら、カズマとかかもしれん。ああ、まあ結婚するなら、間違いない保証はありますよね。なんか、まっすぐなイメージが強いから。はい、はい、はい。なんか、そうやな。じゃあ付き合うなら誰ですか？ちょっと待って、これちょっとこれ見ながらでいい？誰やろうなぁ。あ、翔吾も、翔吾僕はどうですかって書いてます。翔吾いいかもしんないですね。あ、確かにね、翔吾いいかも。翔吾がだから女性になったら、うん、ああ。なんか想像できる。気持ち悪い。どんな想像してるんですか、僕ら。バカすぎるぜ。いやでも真面目で、ね、うん、ちょっと忙しくなった時はあの、はい、時間気にしてしまいそうやけどな。あー確かに真面目に考え込んじゃうから。はいはい、もう今の時期会わない方がいいのかなーって思ってますね。あれレオ来た、レオも。あれレオ来た。やっと。メル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 って何だろう。思いつきですか、うん、いや、盛り上がってますね。そんな感じかな。まあ、みんなそれぞれやからな。確かに。うん、いや、僕は決まってるんですよ。嘘。はい、僕はもう高井で一筋です。あ、高井で？はい。だから高秀も最近会うたんびに、うん、お前は今日も美人やなって言ってるんで。あ確かに。高秀の、まあ、やっぱ女性になったらもうスラッとしてるイメージですよね。うん、あ、なるほど、そのパターンね。はい。確かにね。あ、そうかも。まあ、性格とか入れたらちょっと、うん、しばきたくなるかもしれないですけど。言ったらあかんの、それは。なるほどね。はい。うん、まあ、こんな感じでね、いつも雑誌の時も、うん、あの、ワイワイ言ってるんすよ。うん。うん、ワイワイ。はい。また来たよ。レオが、なんかメール、なんかこれ、どういう、なんか、あ、そうだ。そういえば今更やけど、あれ、なんか、
ステって言ってたら、何やったっけ、あの、固定するやつ、コメント。あ、固定ツイートみたいなやつですか。やばい、してない。俺、してなあかんな。これでも、僕、やり方わかんないっすね。インビジブルラブやな。いや、スターライフォーミーで。ちょっと皆さん、ちょっと待って、動かしまーす。スターライフォーミーズ。これを、これ皆さんね、ツイッターとかでね、ちょっとあの、ぜひつぶやいて、次のメンバーの。多分、知らんのってるよ。ちょっと教えて、あ、わ、来た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 、これ、これね。あ、ね、いいや、教えて。あ、これ固定になるんですか？あ、そうなってる。そう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 。じゃあ、あれせっかくやったら、レオにも聞こえよ、レオにも。ランページやったら誰か。いや、絶対、誰もいねえよって。誰もいねえよって絶対来る。ちょっと答えて。なんか、ランページを女として、うん、ランページ全員を女になったとして付き合うなら、そうそうそう、誰ですかっていう話ですよね。うん、ちょっと、ぜひ答えてよ、ほら。もう集団が、ほら、クールな集団いるでしょ。来へんかな、絶対来る。レオくんはカズマでしょってコメント見てきて、まこっちゃん。まあ、でもまこっちゃんもね、なんか、まこっちゃんが一方、なんか、まあ、一方的というか、強い、こう、何？確かに仲いいですね。アプローチをしてるイメージあるけどね。あうん、まあちょっと車で次の質問いきましょうか。はい。で、これ次はモバイルの、コメントをね、僕らのモバイルで、はいはいはい、タイトルしたライフォーミーズという、はいね、ブログを上げて、そこにこう、飛ばしていただきますということで、はい、コメントここにたくさんちょっとね、山椒も用意してくれてると思うんですけど、はい、ありますよ。答えていきましょうか。はい。はい。じゃあまずちょっといくつかコメントあったのを読みたいと思います。読みたいと思います。はい。2人には座右の銘ありますかっていう質問だ。おお。意外と山椒の俺聞いてないなと思って、俺もちょっと聞きたいなと思って。はいはい。うん。ありますよ。もちろん。もちろんありますね。座右の銘をぜひ教えてください。僕は。こうは百行のもとっていう言葉があるんですけど、はい、こうっていうのは親孝行のこうですね、はい、は、百に、修行の行、行くっていう字ですね、はい、に、うん、はい、のもとって言って本って書くんですけど、はい、まあ言うたらなんて言えばいいのかな、こう先を見据えていいことをするんじゃなくて、うん、いいことをしたらその思ってた倍の、うんうん、なんだろう、いいことっていうか、自分に対してのその行いが返ってくるよみたいな言葉で、はい、まあ自分のおじいちゃんからもらった言葉なんですけど、はい、ね、それですね。こうは百行のもとです。いや、でもめっちゃ大事やな、その何かやっぱりプラスのことってさ、はい、自分を主導でやっぱりやらないとなかなかね、うまく回らんものでもあるし、はいはいはい、うん、大事だ、ね、そうですね、はい、あれなんかコメント来てるね、まさかのミクっていうコメントが来てますんで、どうも、まさかのミクくんちゃん振られてる全員振られた僕は、じいさんは、はい、僕はもうあの笑う角には福来たるっていう言葉ですね。もうザ・ジンさんですね、それは。うん、ザ・ジンさんですね。そう、めっちゃ大事。俺、すごい、ランページになってから、はい。なんか、その、笑ってる、その、ジン君が笑ってるのが、なんか、見たいとか好きとか、なんか、そういうコメントを、いろいろ見てるうちに、はい。やっぱり、なんか、笑うことってすごい大事なんやなって、すごい、まあ、さ、間違いない。あれやけど、すごい分かりやすく人をね、はい、こうポジティブにできるっていう、うんうん、で、あと他で質問でその自分らしさがわからないっていう方がコメントくださってて、はい、ただまあそれとつながんねんけど、やっぱり座右の銘とか自分はこう生きたいっていうのを決めてたら、おのずと自分らしさが出てくるのかなと思って、なるほど、うん、絶対大事やと思う
なぁと思って。はい、はい、うん。この言葉を自分は持ってるからこういう行動しようってなるってことですか、うん、そうそうそう。大事かもしれないですね、それは。そうそうそう、大事かなと思いましたね。はい、はい、どんどん行きましょうか。続いて山下。はい。あ、お、ケイト来た。お疲れ、ケイト。あ、十ケイちゃんかな、このインスタライブは。なんか、ね、単位ですか、それ。え、なんかね、ケイトがいつも言ってんのよ。食レポした時とか、こう、十ケイちゃんとかやってんのよ。持ちネタだ。そうそう。あ、じゃあこれ行きたいな。うん。ほくももさんからモバイルでいただいたお便りです。はい。はい、キャンセイグッバイのお家でできる振りについてダンス未経験でも踊れるようにレクチャーしてくださいっていうのをいただきました。おう。これ、今日僕が TikTok に、うん、机でできるダンスみたいなのをあげたんですよ。うんうん、あ、あげてましたね。はい。で、それはキャンセイグッバイで、うん、それをぜひ皆さんに踊ってほしいっていう、おー、いいね、はい、のがありまして、人気ありますもんね。そうなんですよ。キャンセイってね、皆さんの中でもすごい、グループ1、2を争うぐらいの、うん、人気があるんで、うん、それを TikTok 上げさせていただいたんで、うん、ぜひやってくださいっていうのと、まあ、めっちゃ簡単なところから、うん、こういう振りがあって、うん、で意外となんかタットっぽいやつも入れてたりするんで、はい、なんか覚えれるかなって思うので、ぜひよろしくお願いします。あ、世界さん、世界さんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。ジン踊ってって。無茶ぶりだ。無茶ぶり。あ、ミクも来てる。あ、ミク、ミックス。ちょっと世界さんにちょっと教えていただきたいです。ウェーブを、ちょっとウェーブをね。世界さんもモバイルでレッスン、あ、レクチャーね、ダンスのレクチャー、はい、肩ダンス、アイソレ一番大事ですからね、教えてもらいます。はい、じゃあどんどん行きましょうか。はい、山椒の部屋モテそうって。ありがとうございます。絶対僕のダムダメですよね、こんな比べてってことで大丈夫ですよね。すごい、もうほんまに広報感がすごい。倉庫みたいな。で、もう一個多かったの質問いいですか。はい、どうぞ。私は説明や話すことが苦手なのですが、うまく話せるコツはありますかって言って。おお、なるほどなるほど。結構あれなんですよ、僕と山椒がね、割とランビジの中で喋る方なんで、はい、結構そういう質問、どうやったらうまく喋れるんですかとか、話すの上手いですねっていうコメント来てたんで。結構来ますね、それも。ちょっと、はい、まあ、これもね、まあ、僕らも全然まだまだですけど、なんかこうね、これから多分新社会人になっていろいろ話す機会多いし、はい、何か。でももう、僕らも最初、武者修行の時も、あれじゃないですか、ガチガチだったじゃないですか。うん、だから結構慣れっていうか練習必要じゃないですか。もうほんまに俺も同じこと言おうとしてた。うん、うん、だからもう鏡の前に向かってやるとか、うん、自分のやつ録音して聞くとか、なんかそういう、うん、実際慣れがすごい必要なのかなと思います、うん、で僕らは多分こう皆さんと違って多分自分が喋ってんのを自分で見る機会が多いから。確かに確かに。それでやっぱりその相槌とか間とかを、はいはい、結構知らず知らずに直してるところはあるかなと思って、はい、やっぱね、結構そういうの大事かなと思って。間違いないです、その通りだと思います。まああとはどっちにの、なんかあれですよね、その話が上手な人っていっぱいいるじゃないですか、なんかいろんなタイプで、うん、言いたいことをバッと言う人か、うん、言いたいことに肉付けをして、うん、こうもう商品ぐらいの感じでこう差し出せる人かみたいな。そうそうそう。でもそれはね、やっていく上でどんどん上手くなってくるんで。うん。ね、そういう感じ。はい。やっぱり自分らしく喋る、自分の言葉で話すのもすごい大事かなとね。僕は結構、はい、まあ、LDH としての思いも話すときもやっぱりあるんですけど、それはね、やっぱ自分の言葉じゃないとなかなか伝わりづらかったりするんで、はい、そういうのも大事かなと思います。はい。はい、じゃあ続いてもう一回山下行きますか。はい。世界さんが社会人2年目の部屋って僕のことを言った。
に。これ見したよ。でも、ジンさん、この間、シブザイルで、はい。の背景あるじゃないですか。うん。だいたいもう、ジンさんの部屋の間取り分かっちゃいません、これ。組み合わせていくと。あの、はい。今日はコーナーでした、コーナー、角、角、角。ほら、もう角取れたんで。大体何畳やなってな。はい。もうあそことあそこしか残ってないですよ。こんな部屋、いっぱいあるよ、こんな。行きますか、じゃあ、僕行きますね。はい、しまーす、空調、オフ。じゃあこれ行きます。今までに一番衝撃だったメンバーの行動はありますか？カシーナナさんからいただきました、はい、今までで一番衝撃的なメンバーの行動をご質問いただきました。いっぱいあるけどな、なんかカルチャーショック的なことですか、それは。すぐ出てくんのやっぱり翔平かな。翔平がスイカ一玉を自分で買って、あ、切って包丁で半分にしてそれをスプーンで食ってた時は、はい、その時まだ寮で一緒に住んでて、確かに、はい、これなんか動画とか回してちょっと半分ネタっぽくやってんのかなって最初思ったよ。はいはい、でも全然食い切ってそのまま「ごちそうさまでした」って言ったからってて、はい、あ、これ一人でスイカ食う人いんねんだと思ってカルチャーショックウケたな。主食ですよね彼の、うん、それがグミとヨーグルトとか、うん、最近だってイチゴか、そやな、そやな、はい、うん、主食ってやばいっすよね、だからそれが。いや結構やばいよ。はい、で、また、ちゃんと金取んのよね。あ、そう。腹立つな。腹立つな。そうそうそう。ありましたね。うん、カズマも多分な、今コメントくれたけど、めっちゃ多分近くで見てるから。で、その正月も、そう、はい。正月も、その、まあ、カズマとさ、あの、誠と翔平で、なんか、チンラバっていう、なんかさ、まあ、変なって言ったらないけど、くだらんグループを作ってて、はいはい、正月、あの、ユニバ行こうよみたいな話で、ほんまに実現したのよ。はい。で、それ、今年の話やねんけど、で、一回、とりあえず、それでも、去年のうちに、もう、今年は4人で、去年行かれんかったから、今年はもう4人で行こうっていう話になって、はい。いざその直前になって、じゃあどういうスケジュールで行こうかって言ったら、なんか翔平がもう予定ありますみたいな。あ、もうその行こうってなってたんですよね。そうやで。で、はみたいになって、行かれへんのみたいな、直前で。はい、いや、はい、すいませんみたいな。やば。やっぱちょっとおかしいね、彼。結構カズマとかそれ怒るんじゃないですか、そういうの。結構ギリギリまで来てたけど、でも、俺のこと好きやから、いや、まあまあ、まあ、まあ、いいよ、いいよ、ぐらいの感じ。やっぱね、彼はちょっと不思議なこと多いけど、山椒なんかある？僕はジンさんですね。俺？はい。何？僕ら、ホールツアーの時って、うん、虫修行と一緒でバスで移動してたじゃない、ないですか、うんうん、近場の県って。うんうん、で、僕とジンさん基本的に一番後ろ取りたい組じゃないですか。わかります、うん、でも意外と狭いんですけど、なんか後ろのこの広さがあるんですよね、うん、横の、うん、だからそれを取る、だいたい2人と、うん、あと真ん中にリキヤさんかリクさんが入るかぐらいの感じが余ったメンバーが来る感じで、で、僕バスでこうやって普通に携帯いじって音楽聴いてて、うん、で、パッて隣見たら、うん、ジンさんがこの、うん、これが前の座席だとしたら、うん、これが前の座席だとしたら、いや本当距離的にこんなんなんですよ、うん、ゲームしながら、うん、前の座席の頭のところに足をこうやってかけてこの V シットの状態でゲームしてるんですよでパイロットみたいなの出たよな。いや本当にもうこもう形で言うとこれですよ、これ頭と足いや、その普
段人さん結構そういう居心地悪いとかめっちゃ気にするじゃないですか。なんか、うん、みたいな、うん、ってなるじゃないですか。なのに、それはええんやってなってあった、なんか写真撮ってたね、山下ね。はい、撮ってました、写真撮ってました。うん。はい。この時はね、その、なんやろうな、まあ、狭いやんか、普通に足を下ろしてても狭くて、はい。で、もちろん前に、その、人がいいへんかったから、開けてたから、はい、多分乗せてたと思うねんけど、多分ね、多分そこでうまくはまったんじゃない？まあ、はまってましたよね、完全に。なんか、多分あの、テントみたいな感じで、テントって作るときさ、はい、こうやってさ、あの、はい、やっても、バチッてはまるとこまでいかないと来たへんわけやろ。まあそうですね。それが多分俺にとって足やったよ、こう。ああ、ギリギリこう、そうそうそう。はまるまではしんどいけど、そうそうそう、はまった瞬間に、こう、うんみたいな。だから、ここで言うと、むしろこういう感じやな。はい。いや、もう本当に。うん。調子、それびっくりしましたし、速攻写真撮りましたもん。気づいてない、撮られたの気づいてないっていうね。いやいや、面白かったです。なんか超バッキングしてるわ。なんか床に。床にツアー中の。絶対パンツや、これ。パンツですか？多分俺がパンツ置いてるやつやん、多分、確か。あ、ルイもわらわらってきてる。まだ俺が脱ぎ捨ててしまったやつが。うわぁ。誰か俺のパンツ取んねんって、絶対。いやいや、だから、意外と忘れ物多い、その、忘れ物多い、そのエピソードで、力也さんって結構出るじゃないですか。うん、あの、もう、キャリーを。リキヤさんキャリーやからね。はい、リキヤさんキャリーを空港に忘れて、うん、空港から持って帰ってきて、うん、そのまま車に忘れて、その日ですよ、同じ日ですよ。うん、同じ日で車に忘れて、で、後から、メンバーと誕生日会しようってなって、うん、誕生日会に持ってきて、うん、ワイワイしてそこにキャリー忘れて帰るっていう。だからリギアさんはもうキャリーを持ってなかったりしたんですよ。僕はあの記憶が多分ね更新されるのが早いんでしょうね。だからもうあの人はキャリーを持ってなかったっていうね、あの状態したんですけど、意外と楽屋はジンさんが多い、本当に。確かにそれは本当に直さなあかんと思う。マジで私物だから、その早く乗りたいが勝っちゃうんですよね、多分バスに。さっきの話じゃないですけど。はずいはずいはずい。はずいよ。で、後からまこっちゃんがもう味しめたかのように、わざとこれ誰ですかねとか言って聞きながら、いや、絶対これジンさんだろうって言って、もうドヤ顔で LINE に送ってやろうって写真撮って、パンツとか靴下とか充電器とか、私物がいっぱい忘れてる。それ渡す時のメンバーのみんなの表情、ほんまにリーダーを見る目じゃないから。もうほんま、ほんま皆さんほんまに、まあ、僕は悪いんですけども、みんなこう。ちょっと直しますね、それ。はい、何も言えないですからね。気をつけます。ということで、もう一個ずつぐらい行こうか。そうですね。はい。はい、インビジブルラブの歌詞の中で、僕の欲望が悲鳴を上げるとありますが、今まで悲鳴を上げたくなるほど熱中したもの、またはこと、もしくはこれからしたいものありますかっていう。なるほど。はい、いただきましたね。これはもう、ライブじゃないですか。はい。ライブじゃないですか、これは。うん、そうやね、うん。はい、欲望、ライブの欲望はもう日に日に増してますね。ランページの曲で踊ったりしてますもん、家で。聞く。聞きますよね、結構。うん、MV とか見て、うん、あーみたいな。あるある。はい、まあこれはね、もうみんなの共通欲望として、ね、まず僕はライブを置いときます。多分これ結構、
この間、ルイと LINE してて、この時に、はい。で、なんか、この昔の僕のダンスやばくないですかみたいな、あの、やりたての、なんか、はい、動画があって、で、なんか、そういうやり取りをしてて。はい、じゃあ、多分、俺ら、踊りたすぎて、久々に踊ったらめっちゃかませるでって話をしてたよ。あるあるですね、あるある。一見踊って、なんかリハしてないから踊ったように感じて、はい、多分もう欲望が勝ちすぎてめっちゃうまなってると思うよ。ああ、間違いない。ぐらいね、いや、しっかりしんどいと思いますけどね。多分この辺の肉が多分気になって。2曲目ぐらいでこう、あれあれあとはもうお客さんに助けてもらおうって、うんね、ぐらい。あとはまあ僕はダンスがだからもう仕事っていうかね、プロのこう、うん、ラミさんの前までは趣味やったんで、はい、それはもう熱中し続けて、だからもう仕事としてやるようになってからはなんかまたダンスみたいなものを見つけたいなって今ちょっと思ってる。ああ、趣味ですか。雑学ですけどね、僕で言うと今は。あ、じゃあなんかないですか、その家にいていい雑学みたいな。家雑学あるんですよ。お、物を探すときって、はいはい、左から右じゃなくて右から左に探していったら見つけやすいらしいんですよ。え、なんでですか。で、人って脳が基本的には左から右にこう物を見る習性があるらしいんですよ、人って。はい。じゃ文字とかもそうじゃないですか。左から書いて右に書き出す。確かに。はい。多分右から左、いつもと逆の方を意識しながらやると細かいこうなんですかね、注意点というか。あ、なるほどね。うん。イレギュラーに気づくってことか。そう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 。へえ。気づきやすいらしいですよ。すごい。うん。それは。ジンジン。そんな別にそんなないけど。なかったですか。ないです。なかった。ああ。ぜひぜひ。皆さん、もの、あの、大事なものなくしたときは見てくださいね。確かにね、今家にいるから、なんかあれどこ行ったっけっていうタイミング多いですよね。うん。じゃあ、最後、山椒答える?はい。じゃあ、ラスト。まあ、わかりやすく、seika.3jsb さんからの質問で、はい、AB 型メンバーあるあるを改めていただきました。うん、はい。やっぱり結構これも質問多いんですよね。だから結構いろんなところでその話してるじゃないですか。うん、僕これ結構でかいやつあって、お惹かれるやつがあるんですよ。はい。僕、あの、癖なんですけど、うん、このちっちゃい時から、うん、あの、ガーゼを、うん、赤ちゃんの時ね、ガーゼを耳に入れると、うん、寝てたらしいんですよ。ほう。で、普通の人って耳になんかこう、ゾワゾワっていうものが入ると、うん、うわっってなるじゃないですか。そうですかね。うん、僕、なんなくて、逆なんですよね、それが。うん、逆に、これ、ショーゴのブランケットなんですけど、うん、メンプロの、はい、例えばこういう肩とかをこう耳にこうやると落ち着くんですよね。うんうんうん、でこれは癖で、だからなんかよくそのいたずらでこう友達とかにこう耳にこうティッシュとかこうふってやられても何も思わないみたいな、うん、むしろ気持ちいいぐらい。はい。だから寝れない時は布団とかをこう耳にこう敷いてこうやって寝たりします。マジで怖い、はい。これ結構多分あんま見ないですよね。それ僕それ山椒やで多分。いやそうなんですよ、なんかね、癖なんですよ。寝るときは分かるよ、寝るとき横になるときにこうなんか腕とかで俺も耳を意識して閉じることはある。はい。でもそんなになんかこの状態の紐とかパーカーの紐こっからこう耳に入れて寝たりしてます。確かにいじってんな。うん、やってます。うん、俺一個あんのは AB 型で、はい、でもこれ山椒も健太も俺もやねんけど、はい、あの頭で自分で会話をしてるというか会話組み立ててんのよ、イメージしてるものがあって、はい、何か考えたりとか、はい、その時に喋りかけられても会話が成立する相槌を打てんのよ。え、どういうことですか。
だから今山下とこうやって話しかけてくれてるやんか。でなんかこうこういうことが最近あったんですよっていうのを言われてて、はい、で俺は次ライブしたいなとかそういうことを考えながら、やっぱ山下でもそんなことあるんやとかが出んのよ普通に。あ、なるほどね。うん、別にその本当に会話に入ってなくてもそうそうそう、ある程度のフォーマットで会話できちゃうってことですか。できちゃうのよ。ああ、でも全然、あ、それはあるかもしれないですね。うん、うん、そうそう。確かに。でいつもまこっちゃんに言われて気づくねんけど、はい、ある程度会話が進んで、はい、まあ、都市伝説の話とかするやんか。はい、である程度、まあ、まこっちゃんが、まあ、バーっと喋ってくれて、はい、やっぱすごいなまこっちゃん、そんなんまた俺調べてみようとか言って、で、はい、ジンさん今話聞いてなかったですよね、僕なんて言いましたって言ったら答えられない、はい、ああ、なるほどなるほど、してたはずなのに。そう、だ、勝手にできてるってことですか。そう、あるかもそれは。わかるはい、なんか、なんかバーって会話するなったに途中で思いません、あれこれ何の話したっけみたいな。するするする、はい、結構ありますよね。うん、あ、それは AB 型あるあるかもしれませんね、うん、ね、面白い、確かに確かに、うん、まあ、ちょっとまた見つけたらちょっとブログとかに書こうかな。確かに聞きたいかも、うん、まあ皆さん逆に AB 型のね、あの方で見てくれてる方ももしかしたら AB 型あるある持ってるかもしれないんで、うん、ぜひね、うん、欲しいなと思いますね。そうですね、はい、はい、そんなところ皆さんたくさんコメント本当にありがとうございます。ありがとうございました。まだまだあの7日間続くんで、それぞれねメンバーに、はい、聞きたいコメント、あの質問とか書いてください。はい、はい、ということで、せっかくせっかくあの家にいるんで、うん、なんか掘り出しも1個出しません。あ、いいね、もうちょい時間あるんで。確かに、はい、交代交代で、じゃあいいよ、行きましょう。うん、なテーマとか なくて大丈夫。まあなんか自分のルーツじゃないですけど、うん、そういうのにします。なんかルーツ、オッケー、はい、ちょっとじゃあ一旦、うん、僕から行ってきますか。オッケー、行ってらっしゃいませ。はい、難しいよ、ちょっと考えとこう、つないどいてください。はい、コメントちょっと読んでいきますね。はい、これお宝探しね。海よ、皆さんお家でもうご飯これから食べられる人多いのかな、きっと。ありがとうございます、こんなにもたくさんの方に見ていただいて。携帯の充電は大丈夫。お、ランページみんな見てくれてるね。光合成ですよね、なんかね、光ね、すごいですよね。なんのこれ、なんか近づいたら赤いものがするんだよな、これ。はい、ただいまです。はい、教えてください。僕がこれ、なぜか僕が持ってるっていうものなんですけど、はい、なぜか僕が持ってるテーマで、はい、見え、わかるかな。お、すごっ。え、これ武者修行の2016年のバナーなんですよ。フラッグ、サンルートで回ったやつ。はい。すごくないですか。だからみんなが踊ってた後ろにあったやつを、うん、僕が持って帰ったっていう。すごい。え、それは、あ、そうか、ルート C で回ってた時ってこと。そうです、そうです。で、なんかあのみんなボックス持ってたじゃないですか、あの、はい、そういうチケットとか、あ、チケットじゃねえわ、フライヤーとかを一個のボックスにまとめて持ち歩いてたじゃないですか、うん、バナーとか、うん、はいはい、で、そっからあの正直言うとパクりました。いや、絶対会社で保管するもんじゃないの。いや、そうなんですよ、多分会社にみんなの分あるんですけど、うん、僕はパクりました、これ。うわ、いいなそれ。いや、なんか結構メモリアルっていうか、なあ、はい、いつかどっかで出せるのもあるし、いやいや、はい、ちょっと先に出されたら。なんか人生あります？僕はこのバナーですね。
ちょっと待って、あ、もうそろそろ時間やもんな、はい、そうですね。ちょっと、あ、回生もう無理、じゃんけん無理、じゃんけんは無理無理いや、パクったってまあ盗んだんじゃないですよ。もうちゃんと僕らがだってやってたもんなんで、僕らが責任持って持ち歩いてたものをこう譲り受けた、こうね、誰から何も言われなかったですけど。書いてるか。何やろ。カズマもじゃんけん、じゃんけん。ああ、でもまあすぐ出んの、これぐらいかな。ありました。ありました、ありました。俺のね、やっぱルーツ。いいっすか。はい、どうぞ。やっぱ僕はこれですよ。あの。え？え？潜在写真です。潜在写真。え、どういうことですか？潜在写真。何の潜在写真ですか？いや、これは、まあ、これ、全然、去年に撮ったやつやねんけど、はい。じゃあ、昔のやつ残ってなくて、やっぱランベージ入るときに写真撮ったでしょ？潜在写真みたいな。はいはい。なんか潜在写真見ると、その時のこと思い出すと、オーディション用紙とか。はい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 、はい、そう、ほんまはオーディション用紙とか出せたらよかったけど、そんなもん僕んちに残ってないので。はい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 、なるほど。だから潜在写真見ると結構思い出すんですよね。これにはどういう思い出があるんですか？これは去年 V とパスポート更新しようと思って2人で新宿に行って。あー、なるほどなるほど。で、今の、はい、今の潜在写真とかって加工とかできんのよ。プリクラじゃないですか。ちょっと俺若干かっこよくなってんのよ。しかもセットしますよこれ。うわちょっと流してる。はい。で、ルイと二人で撮りに行って、うん、そうっていう。やばい、びっくりした。普通にその思い出すからっていう理由だけで一人で撮りに行ったのかと思いました。違う。びっくりした。いやー、そう。いや、面白いですね。懐かしいっすよ。なかなかだって普通のね、番組とかじゃ出せないようなものを、うん、家にいるからこそ見せれるんで。確かに。はい、これ結構いいと思うんすよね、掘り出し物は。いっぱいありますんで、また見せたいな。そうですね。はい。いや、ということで、早いことでもうそろそろ1時間経ったんで。やだ。これ多分、夜通しできるな。全然いきます、全然いきます。の。だから、この、次また10時ぐらいからして、その時はみんなでお酒飲みながら、やるみたいな。めっちゃいい。いや、早いですね、あっという間でしたね。うん、ということで、じゃあ、はい、プレゼント、そうですね、概要を話しましょうか。はい。はい、インビジブルラブのポスターをメンバー16人のサインを、はい、抽選でプレゼントしたいと思います。ということで、キーワードを8日間、それぞれこのインスタライブ内で発表しますので、すべて見ていただいた方は、モバイルページでご応募くださいということで、モバイルページは、後ほど解説されるみたいなので、はい、そちらの応募フォームから行ってくださいということで、じゃあ山椒、キーワードお伝えできますか？はい、本日のキーワードはこちら。反転してるからあれなんですけど、いいです。いこれ僕コメントしとこう、本日のキーワードはっていいですね。はい、ということで、じゃあ今日初日はいいということで、皆様ぜひぜひ。できました？あ、ごじった。いやいや、ごじった高いやん。本日はさのキーワードいい。はい。いや、だから明日も明後日も明後日もずっと8日間続くから、うん、必ず皆さん見てくださいねっていうことと、なんか、ハッシュタグスタライホーム、ホーミーズでいろんなね、ツイートをしてくれると僕らも見たいなと思ってます、それを。
はい。うん、質問だけじゃなくてもね、感想とかいただけると。そうですね。うん、はい。ぜひぜひ。お願いします。ということで、早いけど、じゃあ最後に一言ずつで、これ見てくださってる方に、ね、やましょう。はい。うん、あ、そうですね。まあ、この22日発売のインビジブルラブ、そしてカップリングのイントゥーザライト、あの、すごいいい曲ですし、あの、ね、ミュージックビデオもすごい、あの、今までにないような形で、あの、いろいろ皆さんに知っていただきたい思いと、またその皆さんのね、あの、少しでも一緒に、あの、このおうち時間を、あの、楽しんでいただけたらなということで、まあ、僕らも明日多分普通に他のメンバーのインスタライブを見に来てると思うので、うん、はい、なんかそういった分でもなんか繋がっていけるっていうか、あの、今僕らにできることを、精一杯やらせていただきたいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、ということで、まあ、今ね、山下言ってくれたこちらのシングル11枚目となる僕らのまた一つ宝物なんですけれども、まあ、こういうね、まあ、今はライブができない中なんですけれども、自分たちの音楽とかを発信できるっていうのはすごくありがたいですし、皆さんにとって、皆さんの日々の中でちょっとでもこう、ランページがいることで、なんかね、明るくなってほしいなという願いがこもっております。はい、今は、なかなかね、家に出れないことも多いですけれども、今は一人一人がね、しっかりと対策をして、一日でも早くライブという時間で皆さんと一緒の素敵な思い出を作れるように、今はとにかく、はい、頑張りましょう。じゃあ、以上ですか？はい、そうですね。ありがとうございました。また明日もチェックしてください。はい、ありがとうございました。ああ、言い残したことないね。よし。それでは、山下また。まだお疲れ様でした。はい。